出発だ。張り切っていこう。順調だな。また払いたいわ。を買うんですよね。それじゃあ切り取り直して通常ステージの紹介をしなさい。はい、通常ステージは全部で5つです。私たちのステージもあるわよ。高確率が期待できる前兆ステージはピラミッドの上に行けば行くほど期待度がアップしていきます。面白そうね。なんだ。そして高確率。マヤ様ありがとうございます。チャンス批評でおなじみ完全自力の高確率を搭載。ハルト、あれも教えてあげなさい。はい、今回は高確率を超える超高確率も搭載しているのよ。マーヤ様、解除できれば超秘宝らしいよ。続いて秘宝らしいね。おめでとうございます。秘宝ラッシュ。秘宝ラッシュ中はゲーム数の上乗せをバシバシ決めてください。気合が入るじゃない。やるわよ。懐かしのあんな演出や補充ゲーム、新しいこんな演出で上乗せしていくのよね。まだまだ。そして最終ゲームにも上乗せのチャンスが。さらにアグリーが出現すれば継続のドアイチャンスでしょ。イエース、ご存知でしたか。さらにさらに上乗せ後に前兆が始まり、言っちゃって連続演出に勝利すれば、言っちゃなさい。第2の高確率ボーナスバトルへ突入よ。マヤ様、またですか。4号機秘宝伝を継承したボーナスが当選する第2の高確率約50% でボーナスに当選するわよ。こいつで終わりだ。ボーナスバトル中に上乗せができればボーナスはすぐそこです。超ボーナスバトルは解除成功でボーナスと超秘宝らしいよ。ハルト、次にボーナスを説明なさい。はい、マーヤ様、秘宝ビッグボーナスは第3の高確率ピラミッドチャンスを搭載しました。ピラミッドチャンス。ピラミッド揃いの確率が30倍アップするわよ。秘宝レギュラーボーナスは保留玉上乗せです。ベカンコルーレットが見どころよ。ペットボタンで上乗せゲーム数を本当に抽選してるんだから。超伝説モードに突入するとボーナスバトルと秘宝ラッシュが連続して押し寄せる超伝説ループを巻き起こします。ボーナスバトルはかなり重要だから覚えておきなさい。はい、マーヤ様。バカバカ。超高確率や超ボーナスバトルなど様々なきっかけで突入する超秘宝ラッシュ。私の活躍で続くわよ。 ART ゲーム数の消化を止めて特定役でどんどん上乗せします。すごいわね。しかも超秘宝ラッシュ突入で何も引かなくてもボーナスバトルが押し寄せます。さすが私ね。僕もいます。
まだ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 ！ギオラ！ダイナマイト！最後に絶頂ラッシュを超えた上乗せ特化ゾーン気泡ラッシュダイナマイトです。どんどんいっちゃいなさい。上乗せ確率約 1.5 分の1。 いいじゃない、ゲーム数とポイントは上がるのみです。やるじゃない。さらに終了後には気泡ビッグボーナスもついてきます。モデルはグレイトよ。お褒めの言葉ありがとうございます。ハルト、うかうかしてられないわ。私たちも行くわよ。はい、マーヤ様、どこまでもお供いたします。ダイヤにしようかしら、ルビーにしようかしら。結局宝石を買うんじゃないですか。でも私に似合って困っちゃう。戦い続けることしか知らない、心閉ざした迷い取り、その闇の向こう Miss Mama.